成田勝は1980年代を象徴する実業家。現在はマハラジャイーストの跡地にあるレストランバー、プレイグを経営しているほか、各種アドバイザーとしても活躍している。なお全国マハラジャの社長は成田勝と思われがちだが、実際は東京地区マハラジャのみの社長であり、マハラジャ前店の社長ではない。しかしマハラジャを全国的に有名にしたのは、 成田勝ちの功績である。イタリアのユーロビートのオス、マイケル・フォーチュナティの大ヒット曲、イントゥー・ザ・ナイト、ギミー・アップや、デッド・ア・ライブの大ヒット曲、ターン・アラウンド・アンド・カウントに点灯をカバーし、オリコンで30位台に入る。他、マハラ・ジャ系列のディスコでプレイされ盛り上がった。平尾正明プロデュースによる、バ二21グループの六本木ライブハウス、スパッツで、 優秀マネージャーだったが、東京へ進出予定のマハラジャ社長を官の寮より任命される。六本木界隈で物件を探していたが、理想の壺数は麻布十番にしかなかった。当時陸の古党だった麻布十番への麻布十番へのマハラジャ出麻に誰もが反対したが、先にオープンしていた熊本マハラジャを視察した成田勝は、東京出店での成功を確信する。 マハラジャ東京と東京地区マハラジャを運営する有限会社、N エンタープライズ社長、全国マハラジャのイメージリーダーとなり、1986年には、歌手としてメジャーデビューも果たした。その後も、マハラジャ東京よりもカジュアル路線を狙った、マハラジャウエスト東京、マハラジャイースト東京、キングクイーン東京青山、キングクイーン川崎、エデン ROC 東京ベイ。 ロイヤルトン、東京米英を次々に手掛け、1980年代を象徴する青年実業家と言われた。ありがとうございます。